ででーん。シンが20段になりました。今日はでも回を使うと思います。もうシンはローテーション2回回しちゃったんでね、回の方を紹介していこうと思います。てか最近ローテーションもほぼ関係なくなってきましたね。前は2回2回とか言ってたんですけど、最近はちょっと気分で決めたりしてますね。まあ今日は回使いたい気分でなんでね、ちょうどいいっていう。まあ与えていねえな。お、いいじゃん。ちょうど20代の方がいるんで、やってくれるかな？やってくれるかな？どうだろう。やってくれました。でね、あの、シンの方はね、一応配信で20代に上げたんですけど、あの、もうちょっと時間かかるかなと思って、あの、本当は配信始めたんですけど、なんか8分で配信が終わったという、まあ、多分残ってるんで、まあ気になる方ね、見てってください。この団体やっぱパイル結構パナッシュ多いね。これは隠してるんで、これ美味しいですね。6杯、金、イエス、おっと、それで割り込むか。なんか割り込まれそうだな。空投げして、うわ、バースト覚醒パナッシュ来たぞ。やばいな。やべ。うわ、読まれるよ。これバースト対策ですね。さあ、補正切り。暴れているに、はいで暴れてたぞ、今。恐ろしいな。あ、無理か。あんまり合ったガード。危ねえ。リースで見てから5番。余裕でした。オッケー。強いな、危険、やっぱり。この方、すげえ暴れ多いから、暴れ潰しのセバでいいかな。どうだ。あ、普通に暴れてなかった今。うわ、なんかブリッツ漏れた。一応裏昇竜仕込んでるんですよね、スレイヤ戦は。あぶね。今ね、一応 D ステ読みで深く走ったんですけど、してきませんでしたね。セバーでダーバスト読んで、あれバースト使わなかった。多分相手あれですね、バースト読みでコンボやめてくれるだろう的なことを考えてたんでしょうかね。てか多分今ライドとかなんだセイク使ってたら普通にバースト使わずに殺す切りみたいなこともできたかもね。そうなんです、足払いがスレイヤー戦はすごい機能するんです。どうだ、まあ、ケイダとかに負けるんですけどね。あー無理。その短いステップ見てから反応ってのが俺できないんですよね。長いステップは割と見てからコパンとか、まあ、頑張れば投げとかいけるんですけど、あー無理。今コパン吸ったんですけどね。うおっと、マイピーと操作したぞ。うわマジか。うわステップにやられてる感半端ねえな。まあちょっと投げていこうかな。ステップだけを見れば一応できる、そういうことも。でも他の選択肢潰すことになるからな。これ見えないっすよね。普通にもう背番なんてどれでも見えねえよって思う人もいるかもしれないけど、あミスった。これ最近あるんすよ。ウォッター、なんかベイパーも出ねえな。ここは貯める必要なかったな。相手今ゲージなかったのに投げられて、なんか裏来そう。なんか背番にバキたけど当たってる。なんだ、読まれていた。うん、どうしようかな。なんだろうな、やっぱりスレイヤー戦ってどうしてもさ、なんか攻め勝ってっていうか、 なんだろうな、すごい一方的な試合になることが多い気がする。カイもスレイヤーも結構片目抜けるの難しいんですよね。ダメだな、前パンと増殺するな。ブリッツ投げられる。もうバースト使っていこうか。くっそー、はい、やられていく。うん、きついな、どうしよう。
うわで、ベイパーで割り込んで、バースト学生だと当たってないよね。すげえな。なんていうか、なんだろうな、頭な何も考えてないのかな。もうここ1ループで終わっちゃおう。安定卓を取ろう。ここで使うか。あ、バカ。よし、オッケー。危ねえ。どうしよう。投げ。今のこれあれだったな、禁煙差し込み投げだったな。なんか毎回後ろ投げしちゃうんだよな。これ良くないな。良くない癖だから直しとこう。足払い超強い。なんだこの人。ファジガか、見てからか。え、間に合わなかったか。有利フレーム、あー出なかった。ちょっと集中します。で、オッケー。なんだ、なんで今当たったんだ。スパン位置結構判定広いんだな。はい、ということで、今日はねこんな感じの動画になりました。どうしようかな、明日はどうしようかな。まあ明日気分で決め、明日は気分で決めて、でそこからまたローテーション回していこうと思います。ということで、どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。